第1回エドクイズ。どうも、名所のもちぞ。はい、来た。はい、来たぞ。ミスです。さて、今回、江戸クイズをやっていくわけなんですけれども、はい。皆さんは江戸についてどれほど知っていますか？はい。江戸時代は、1765年から1900年代です。といったように、はい、まあ、あんまわかんないんですよ、みんな多分。江戸のことについてね。まあ、そうですね。なので、今回私が江戸にまつわるクイズを5つ持ってきました。すべて4択です。こちら4択形式で、答えてください。はい、はい、それがめんどくさいやつね。四択にしろって言ったよね、お前がな。チョキチョキ。罰ゲームとかあるんですか？罰ゲームはですね、ないならないでいいんですよ。いや、罰ゲームありますよ。名称の挨拶あるじゃないですか、一人一人、うん、はい、自分なりに侍風のオリジナル挨拶をここから、今から1ヶ月で、うぃー、じゃあ名前も変えましょう。なんか問題にまつわる名前とかもあるかもしれないしね。そうというわけで、今回は江戸クイズをやっていこうと思います。やっていきましょう。バイバイしょ。あー、第1問。はい。正直、江戸クイズと言っていますが、一般教養問題です。はい。江戸時代元年とは西暦で何年でしょう？はい。1、1493年、2、1603年、3、1723年、4、2003年。いや、もう4択なんてもう分かんなかったら勘でいいです。よろしいですか？はい、はい、じゃあ、はるきくんからどうぞ。2番。はい、とくん。2番。のせくん。1番。マジ？あ、分かんないです。まあ、さっきはるきが、おっと、おっすごい、ちゃんと手でトークを再現。正解は2番です。あ、これはこうよ。いや、ちょっと教養ねえからな。いや、一番高いのに偏差値。第2問。江戸時代の将軍といえば、はい、徳川家ですが、日本史上最後の征夷大将軍、徳川家第15代目の将軍の名前とは？わかんねえよ。1、徳川家光。2、徳川吉宗。いいじゃねえかい。3、徳川吉信。4、徳川隼人。くそ。やばい。わかったぜ。4択で1問ふざけてくるっていう。1番。バカが。3番だよ。3番です。あー、終わった。正解は3番です。よーし。第3問。江戸時代末期の志士、坂本龍馬は生まれた日と暗殺された日が一緒だと言われています。その日は何月何日？わかんねえよ。1番3月15日、2番6月15日、3番11月15日、4番2月19日。絶対そうだと思った。なんで毎回3択なの？いや、これを考えるんだよ。いや、これ俺全問正解一緒かもな。のせくんからお願いします。はい。2番。2番。はるきくん。1番。坂本龍馬だよ。あ、さじゃん。確かに。最後だよ。うん、最後だ。正解は3番。一番ないと思った。え、本能寺の変じゃないの？それ信長で森。あ、そうだよ。そうだよ。信長で森。第4問。はい。江戸川コナンにまつわるクイズ。いい？やば。それだったらいいけど。絶賛更新中の名探偵コナンの最新巻は何巻でしょうか？うわー。やだ、問題。1番68巻。2番72巻、3番96巻、4番101巻。わかった。真実はいつも一つ。あれ、君。3番。2番。4番。ま、これあるんすよ、穴場で。僕はね、見てるんですけど、はい、公式のインスタかなんかでコナンの本が入った写真があったんですね、その写真の中にね。その時にね、見たんですよ、90何巻まであるの。ってことは、最終は101だ。そんなハイペースで更新されることある？単行本でしょ？いや、コナンはすごい。正解は3番。よし。やばい。これはでかい。もうラスト1問でしょ。今何点と何点だっけ？
3-1-1 じゃない。4択でもし2人が×とかだったら紛らわしくないですか。じゃあ最後だけ4択やめる。いいよ。4択なしね。じゃあ4択なしの一番近かった人、一番近かった人で、あれ、じゃあもうこれ俺さ損しかしてないわけじゃん、うん、もし俺がさ正解してさ誰かがさミスったらさ、うん、そいつの名前の決定権ちょうだいよ。いいよ。最終問題、江戸春美の現在の年齢は。うわーうぜーうざ、江戸うざ。しかも江戸春美なんだお前の中で。江戸春美ですね。俺の中で江戸春美なんだよ。いや江戸に寄せた。江戸春美なんだけど俺。マジ？シンプルに江戸春美。江戸春美です僕は。乗せは？え？江戸。大西健治。それ春じゃないだよ。あれそれ春ない。あれ江戸春美って誰だっけ？春の愛を想像してた。イエーツだとてて江戸春美なんて知らないんだけど。あれ聞くんからどうぞ。僕からでいいんですか？当てちゃいますよ。どうぞ。ブーン56歳。うわ近い。マジ？あの江戸春美の全盛期レッドカーペットだと思うんですよ。そうですね。そうですね。あれが確か2008年ぐらいと仮定すると、す、ね、当時なんか40後半ぐらいだった印象があるんですね。最近なんか見たのよテレビで、50代でも元気だよみたいな番組見てた気がする。そんな感じのあれで、まあ56です。カイト君。僕58って書いたんですよ。おお近い。春樹のその考察からいくと、うん、ワンちゃんぴったりじゃんじゃねって。まあ確かにあるよ。ある。なるほど。僕は55です。おお、やばい、やばい。何この試合やだ。これがやばい。あ、春樹がねもう罰ゲームないんです。そう安牌。あ、そっか真ん中だからね。そうなのよ。うわうわ、そういうことか。流れ的にさ、これもう名前江戸春美だよ。ははは、江戸春美と。おもろすぎ。おもろすぎ。よし、発表してくれ。やばい。江戸春美の年齢は、55歳。うわー。最後じゃあね、江戸春美バージョンで挨拶をして終わりましょう。どうしたの、江戸春美と、どうしたの、もっちです。バイバイ。バイバーイ。